事故の確率が認可外の方が十数倍高いというですね、まあ、非常にショッキングなデータも出てましてです、ね、厚生労働省によりますと、保育士の数など、国が定めた基準を満たした認可保育所に通う子どもはおよそ204万人いますが、この6年間に睡眠中の突然死などで19人が死亡しています。一方認可外の保育施設に通う子どもは およそ23万人と一桁少ないのに対し33人が死亡していました認可外の保育施設では十数倍の確率で死亡事故が起きていて専門家は保育体制の不備や観察不足が要因とみています